野呂昭彦は、日本の政治家、衆議院議員、三重県松阪市長、三重県知事を歴任。父は、衆議院議員や三重県議会議長を務めた、野呂京一。三重県伊南部に田高町を生まれ、慶応義塾大学工学部卒業。1979年、父、野呂京一の厚生大臣就任に伴い、父の秘書を務める。1983年、 第37回衆議院議員総選挙に、旧三重県第2区から自由民主党公認で出馬し、初当選を果たす。自民党時代は河本派に所属した。1994年、羽田内閣総辞職に伴う6月29日の主犯指名選挙において、自民、社会、先駆け3党による、村山富一社会党委員長の擁立を決定した。 自民党の党議に反発し、自民党を離党して、旧連立与党に擁立された、海部都市記元首相に投票し、増反。海部を当首に自由改革連合決闘に参加し、同年末の新進党決闘にも参画した。1996年、小選挙区比例代表並立制導入後初めて、実施された第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で、 三重県第四区から出馬したが、自民党の田村のりひさに敗れ、落選した。1997年末の新進党回答後は、自由党に入党し、当初は国政復帰を目指していたが、2000年4月に松阪市長選挙に出馬し、当選。国会議員を経験した三重県内の市長は、参議院議員を経て、四日市市長に就任した、井上哲夫に次いで2人目。 三重県知事の北川正康が参戦不出馬を表明したため、2003年4月、1期目の任期途中で、松阪市長を辞職し知事選挙出馬を表明、民主、社民二党の推薦を受け当選した。2007年の知事選では、民主、社民に加え、自民、公明、新生三重の後党派祈りで再選を果たした。2010年8月に、息子が、 覚醒剤取締法違反で逮捕。ノロは、息子が以前にも覚醒剤事件で有罪判決を受け、執行猶予中だったことを明らかにした。これを理由とした辞職要求は出なかったが、翌年の参戦への出馬は難しい立場になった。2010年11月25日の三重県議会本、会議において、翌年の知事選に出馬せず二期で退任する意向を表明し、 2011年4月に退任した、2016年11月、朝日、重光明を受賞。尊敬する人物は、母校、慶応義塾大学の創設者である、福沢諭吉、伊勢美、真珠、浜栗、松坂牛、アワビ、四日市トンテキ海苔、赤福などの三重県では美食であるグルメに恵まれていることから、美しごく三重をキャッチコピーにして、観光をアピールした。 三重県が、美し国とされる由来は、日本初期などの大和悲鳴の地伝説では、伊勢国が、美し国と記述されているのが、根拠である。宮城県も、美し国として観光立県として、美食観光をアピールしていたことから、三重県と宮城県との間に美し国論争が、繰り広げられて、村井義弘宮城県知事との三重県知事のノロが、お互い美し国を名乗るのが正しいと発言して、 マスコミに取り上げられて討論となった観光立件として美しごくを越し見重構想を策定した外国人人政権ありがとうございます。